この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドリーネサンパークだより、どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。この番組では私土井が厳選したドイーネ選手を紹介したり、ホームゲームのドイーネな企画を紹介する番組となっております。早速選手をお呼びしましょう。このお二人です。どうぞお願いします。お願いします。お願いします。自己紹介をお願いします。愛媛 FC 15番ディフェンダーの大城圭です。お願いします。よろしくお願いします。愛媛 FC ゴールキーパー背番号1番徳重健太です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあの昨日の宮崎フェリー疲れが出てますから、はい、えらいくらいですけど、もうあれです12時半ぐらいでしたっけ、着いた家帰って全然寝れてないです。まだちょっと残ってますか？全然残ってないです。でも久しぶりの残ってないです。残ってないんだ。やっぱ徳重さんはまあ九州出身ですから、はい、九州での戦いっていうのはちょっと気合入るんじゃないですか？入ってましたね。やっぱり九州ってなるとちょっと違いますね。確かになんか試合前に多分偉い人から挨拶されて、九州の後輩の顔で挨拶してましたよねあの徳重さんが。いや、そうです、そうです、はい、まあ、でも昨日の試合なんかはあの宮崎戦なんかまあ無失点でしたし、やっぱ結局最後助けてくれたのは徳重さんでした。いや、間違いないです。どうですか、面白くない、まあ、今年初めての無失点の試合だったんですけど、うん、まあ、なんやかんややっぱ最後守ってくれたのは健太さんだったんで、ほんとそこに関しては助けられたというか、まあ1点取って勝ちたかったですけど、まあまあ確かにね、はい、今出てるようなディフェンダー陣ってちょっと年齢若い選手が多いじゃないですか、はい、年も一回り離れてるような、はいはいはい、その辺なんかこうコミュニケーションとかどういう感じで。いや、もうね、積極的にガンガン動いて守ってくれるんで、はい、楽させてもらってます。そうですか。むしろめちゃくちゃ要求なんかしちゃって、ちょっと健太さんだから言えるっていうのがありますね。次節はですね、4月の4日ホームゲームで土曜日3時キックオフで FC 岐阜と対戦いたします。で、ガールズフェスタっていうのをね、こうやるんですけど、女性に向けた、まあ、イベントをやったりグルメをたくさん盛り上げようっていうことで作ったチラシ見てください。徳重さん、このおじさん6人がいや、俺じゃない方が良かったですもん若い子に向けたイベントをたくさんやりましょうって言って、はあ、もう全員が既婚者ぐらいの、はあ、そうですね、はい、ちょっとアダルティーな色気のある6人で、はあ、今回出てもらうっていうので徳重健太で画像検索したら、昔あのちょっとだけ襟足伸ばしてる時期あった探してください皆さん。ちょっとね、あったキーパー襟足伸ばすの流行ってた時期があったんですよ。そう鈴木選手とかね、そうその時の、はい、あの国見からこういった徳重さんがなんか襟足で遊んでる時期あるんで、はい、鈴木さんと一緒のとこ切りってましたもんすごいそういう時期もあったってことですね、はい、で、ウィリットっていうですね、まあ、応援ガールズがあの今年から入ってくれたんですけども、その子たちがちょっと8日にイベントをやってくれるということで、徳重選手、お子さんっておいくつぐらいですか？13、一番上の子が13歳。13歳、はい、もうこの子とかはもう15歳ぐらいなんで、ほぼ娘と変わらない子がと一緒に仕事するっていうことですから、娘を見るような目でぜひ応援します。応援してあげてください。4月の最終週 あのホームゲーム、あの、まあ、軽くなんですけど沖縄フェスっていうのがありますから、大城くん、まあ、沖縄県民としてね、はいはい、こう盛り上げに来てくれますから、はい、その日は特にちょっと気合い入れて、はいはい、いや気合い入りますね、それは、はい、だから琉球戦はもうあの勝利後は沖縄ダンスみたいな、なんか勝ち足を知らないですかごめん、俺もわからんかった4月の8日の、岐阜戦に向けて一言ずつお願いします。ホーム2連勝できるように、まあ、また1週間準備してチーム全員で戦っていきたいと思います。はい、徳重選手お願いします。そうですね、まあ、ホームゲームでしっかり勝って、またいい勢いに乗っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。皆さん、ニンジニアスタジアムにぜひお越しください。それではお了承、せーの、ドイーネ、みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。